どうも、社会人になっても奇跡のイケボ、ジアメカコショウカコトです。今回はね、まずちょっとこの音を聞いてください。何の音だと思います？普通のお菓子？いや、普通のお菓子じゃないんですよ。まあ、あれですね、モノマネ芸人だったり、ゆっくり実況だったり、まあ、そっちのコロッケじゃないんですけど、これなんですよ。コロッケのまんま。これを作ったのは、ユーハミ格闘さんですね。はい。で、これね、素材のまんまです。素材のまんま。これすごいですね。ここ。まあ、本当のね、素材みたいですよね。素材じゃない。お惣菜ですね。おかずをそのまま揚げました。ちょっとね、これね、気になりますよ。じゃあちょっと開けていきたいと思います。いきますよ。中に行きます。はい。ああ、すごいですね。ああ、すごい。ちょっと食べていきましょう。ああ、色すごい。じゃあちょっと。そっくり。なんかこう、ソースをかけていれば、完璧に本物。これ何回も食べてると、ご飯が欲しくなりますよね。でも、とある事情により、ご飯はダメですね。ご飯ではなくて、お茶と一緒に飲んだら、ほんとなんか、食事の感じがするのをちょっと、いってみましょう。お茶いきます。で、コロッケを食べます。コロッケのまんまを食べます。あ、うまいですね。で、次は、ご飯があるように感じるように食べます。はい、ご飯来ました。もぐもぐ。で、コロッケ来ました。コロッケのまんまね。まあ、ユーハミ格闘さんの素材のまんまでは、これが一番ね、クオリティが高いと思う。残り3つです。まあ、具体的には美味しいんですが、ソースまでかけてくれれば、完全に一緒です。ほぼ一緒ですしね。
ほんと、まんまです。ああ、もう、本物を食べてるみたい。うん。あ、もう本物だ。うん。うん。うん、溶け込んだ感じは本物を食べてるみたい。うん、追いついてるね。はい、もう空っぽです。うまいですね。はい、というわけで、ユーハミ格闘さんの素材のまんまのコロッケのまんまの紹介でした。それじゃあまたお会いしましょう。バイバーイ。